アドベンチャーレースっていうのに出てるんですけど、はい、すごく過酷なレースで、はい、何日間も、はい、そのまともな睡眠取らずに、はい、なんか野山を駆け巡るみたいな競技なんですけど、はい、それに出た時に仮眠を取ったんですよ、はい、仮眠が意外といいんですよ。あ、そう、もちろん睡眠時間が足らなかったら仮眠必要だと思うんですね。うん、はい、でもその仮眠で本当15分でも、はい、ドーンって気を失うと、はいはい、結構回復するんですよね。そうですね、はいはい、普通、まあ、入眠してから最初のレム睡眠が出るまで約90分ぐらいかかるんですね。だから短い睡眠の時にはレム睡眠は普通は出ないんですね。あ、まあ、だから多分ノンレム睡眠っていうかもう本当に気を失って、はい、そうですね、ハッと起きるみたいな。でそれでまあもともと短い昼寝でも、まあ、パフォーマンス上がることはその後上がることは分かってたんだけど、今は疾患リスクにも、例えば認知症の場合で、それ日本の研究なんですけど、患者さんと患者さんの家族で合計600人ぐらいで、うん、であなたは昼寝の習慣ありますかっていうことを、まあ、レトロスペクティブって、ね、聞くんですけど、寝ない人と30分未満の仮眠がある人と比べると、うん、認知症の発症率6分の1、7分の1に減ってたんです。で30分から1時間だったら半分、それでも半分ぐらい減ってるんです、ね、うん、で逆に1時間以上寝る人は2倍ぐらいに増えてるんですね。その辺の理由はわからないんだけども、あんまり詳しくディスカッションされてないんだけど、うん、昼寝は、まあ、パフォーマンスにもいい、うん、それから疾患、糖尿病でもそういう結果が出てて、うん、だからいいんだけど、あまり長ければ深い睡眠になってしまって起こしたら、その後仕事するような時に睡眠感性っていうか、頭ぼーっとしてすぐ目覚めないようなパフォーマンスが下がるような時期があるので、そういう意味でまあ30分未満がいいんじゃないかというふうに言われてるんですね、うん、まあ、でもとにかくね、その気を失うようになるとすっごい回復するですよね。はいはいはい、意外と1時間、まあ、30分1時間でも寝た方がいい。それはそうですね。もともとは睡眠の調節っていうのは、うん、まあ、簡単に言うと長い間起きてたら眠くなる、で、ね、眠ればリフレッシュするっていった、まあ、ホメオスターシスとか恒常性っていうんですけど、うん、それだけでは説明できないんですね。で一つ、まあ、一番分かりやすいのは徹夜をする。で今の話だったら時間に、起きてる時間に応じて眠くなっていかないとダメなんだけど、うん、実際夜中の3時ぐらいが一番眠たくて、そのまま徹夜したら夜が明けてきたら体温も上がってくるし、まあ、コルチゾールが出てくるのであんまり眠くなくなってくるんですね。そういうリズムっていうのが、それも非常に大事 で、うん、で一番、まあ、安定して、強固なリズムって言ったら体温、体の中の温度 で昼間高くて夜が低い、はい、でそれで体温高い時もパフォーマンスが上がってるんですね、うん、だからそういうことがあるから時差ボケなんかも説明できて、だから夜体温下がるっていうのは非常に大事 で体温って言ったら熱作る方と熱逃がす方で、体を動かしてももちろん体温上がる、筋肉や脂肪や内臓から熱逃がすって言ったら結構手足なんですね。ここに毛細血管が表面に出ててラジエーターみたいに、だからそれを促進するようなことだったらいいんだけど、それを妨げるようなことになるとあんまり眠りができない。